豆腐切りをやるとですね、まあ大体マジシャンは一箇所しか切らないんですよね。でそれじゃあんまり面白くないですから、今日は上もそして下もどうでしょう、両方切ったら。そうするとまあ大体素人料金で考えてもこれはつながらないってことは皆さんうすうすご存知だと思います。でそこでやり方を変える。ゆっくりそーっと引っ張っていってください。紹介したいものがあります。